明治安田生命 J1 リーグ第22節、横浜 FC 対ヴィッセル神戸、日発三沢球技場からお伝えしてまいります。今日のスタメンです。横浜 FC ゴールキーパーは永井、そして3バックにムドカボニフェイス、岩竹モラエス、ボランチに井上と和田、右に山根、左に林、2列目山下、伊藤翔、そしてワントップにバルセロヒアンです。アウェイヴィッセル神戸です。ゴールキーパーは前川大也です。4バックです。今日は右にイーノが入って、マテウス・トゥーレル、本田発生、アンカーに斉藤光希、インサイドハーフには山口蛍と佐々木大樹、強力3トップ、真ん中に大迫勇也、右に武藤義則、左にゆるき光也です。キーパー長い、出られるか、ヘディングの方が先だった。決定的な場面もあった今の神戸でした。これで山下が抜ければ今日初めてのスピードが生かせる場面がやってきた。山下早い、そして折り返すか、まだある、サイドネット、今日初の横浜 FC 山下の飛び出しでした。いや早かったですね、山下ね。アイデアのある井上志音、元神戸ですからフルス対決、そこに佐々木大地プレッシャーかけて井上志音ですよ、抜けた、はい、いい形で前を見ている、前に伊藤翔がいるが自ら打ちました。おー、スーパーゴールで横浜FC先制、フルス相手に恩返しの一発、井上志音鮮やかな先制点、劣勢を跳ね返す先制ゴールは横浜FCに生まれました。今シーズン2ゴール目、いやー素晴らしいゴールでしたね。前向いてからあっという間でした。でしたね。まずここね、2人の間うまくかわしたのが大きかったですし、あとはここちょっと一瞬空いたところ見逃さず思い切って打った。そのまま自分で行きながらのシュートだー。中に行きました。佐々木がこちら追い抜いていく、初瀬クロスを上げると、その先にいたのは大迫、必ず顔を出してきます。長いボールでマテウス・モレスの後ろを越えて、マルセル・ヒアンがシュート打てるか、そして角の肩を詰めたところはゴールマウスに向かいませんでした。そして一本で山下が抜ければチャンスだ。山下のスピードが生きた。まさにワンチャンスものにするこのスピードスター、自陣深くからのボールを一発で仕留めた、2対0。いやまさに横浜FC の狙い通りの攻撃ですよね、山下のスピード、まあ、ただこれ神戸のディフェンスからするとかなりお粗末な失点の仕方だと思うんで、もう少し集中力してたら、集中力高く保ってたらこの失点はなかったのかなっていうような気はします。残り15分という時間帯に入りました。おお、これも抜ける。おお、小川圭次郎が取った、コーヒー系追加点になるか。おお、前川大也止めた。PK ストップ、
長いボール入れる、大きく跳ね返した、試合終了、横浜 FC 首位撃破、5月20日のフロンターレ戦以来の勝ち点差。井上潮のゴラッソ、山下亮也の鮮やかなカウンター、2対0、首位ヴィッセル神戸を横浜 FC ホームミツダーで破りました。